はい、激辛マニアのユッキーです。今回、ね、食べていく、カップラーメンはこちらです。進撃タンメンの巨辛。違う、巨神ですね。巨神。東京タンメンの隣の監修です。これ以前も、出てたんですけど、こちらは、激辛究極か、究極型。まあ、辛さがレベルアップしたと。ということです。前も飲んだんだ、食べたんだけど、まあ、そんなに辛かったという記憶はないんですよね。まあ、それよかも、まあ、パワーアップしてるということで、果たして、どれほどなのかという。あ、すげえ、なんか、あ？うわぁ、なんか、あれやな。カップラーメンとか作るときにいつも思うんですけど、水を入れるときに、お湯か、お湯を入れとるときにね、このね、境目がね、その線まで入れてくださいっていうの、線がね、非常にね、作品によって、全然見えないのとかあるんですよね。これもね、非常に見づらくて、よくわかんないんですよ。これ多分、汁足りなかったな、さては。まあいいや。進撃タンメンよりも、もっと刺激的な辛さを求める、激辛好きな方へ、究極、激辛究極型、巨神誕生。辛味による刺激が大変強いので、もしスープに目に入った場合は、水で、十分に洗い流してください。だそうです。いただきまーす。あ、これ辛い。あ、これは辛いわ。うん。あ、これは辛い。うん。これは辛いわ。これはあれだわ。最近食ってきた、クソみたいな。うん。クソみたいなやつよか、はるかにレベルが違う。うん。これは舐めてかかると、痛い目はありますよ。うん。うん。うんうん。これローソン限定らしいっすね。あ、限定じゃないのか。先行販売。ローソンで、先行販売されているということで。あ、多分、結局、後からはもう全部の、コンビニに多分できるとは思うんですけど。現時点では、まあ、ローソンしか売ってないということですね。うん。辛い。だけど、味噌。これ味噌だな。うん。これ味噌の味が、するんですけど。うん。いわゆる担々麺的な感じかなと思ったら、味噌です。うん。これは、
北極のカップラーメンよか辛いかもわからんな、これな。わからん。うん。蒙古タンメン中本の北極の、ほら、あの、カップラーメンあるでしょ。あれよか下手したら辛いんじゃねえかな。そもそもこう泊まりっていうのが、あの、店舗的に行ったことがないんですよね。うん。全くもって。どこにあるのかも知らないんです。あ、東京タンメンって書いてあるから、東京にあるらしいぞ。うん。東京にあるらしい。味噌ベースで美味しいですよ。うん、これは。うん、辛いけど。うん。店舗、見ます。東京は、あ、4軒ありますね、東京。江戸川区にあるやつと、江東区にあるのと、千代田区と、台東区です。まさに行けるな。わりかし近い。これ知らないですね。これは、これは、ああ、歯が痛い。歯が痛い。もう左の奥歯がさ、虫歯になってさ、左で噛むとさ、痛いんだよ。値段がですね、進撃タンメンというのが850円。で、麺大盛りがプラス100円、餃子が300円、唐揚げが300円。となってて、一応、この、東京タンメン隣は、一番人気は多分タンメンってやつですね。730円。野菜がたっぷり。厚生労働省が推奨する成人1日あたりの野菜摂取量は 350g と言われてます。で、その、350g を超えた 360g 入っていると。はぁ、あ。あれやな。二郎ラーメンは、もやししか入ってないですからね。二郎ラーメンと違って、こっちは、キャベツ、もやし、あと、人参と、これなんだ、ニラか？ニラ。うん。が、入ってるみたいですね。うん。二郎系列のインスパイアはね、もうね、もやししか入ってないの。ぶっちゃけ。入ってたとしても、もやしとあれやな、キャベツ。で、もやしなんて、俺の近くのスーパーに一袋18円ぐらいで売ってるわ。うん、いらないって話。まあ、問いつつも、バカ待ちとかにするんですけどね。単純に
もやしも美味しいんですよ。だから、18円なのにもやしってうまいんですよ、やっぱり。あれコスパ最強だよな。しかもちなみに結構、なんか栄養がなさそうな、ねえ、見た目っていうかあれだけど、あれ栄養力あるんですちなみに野菜の中で一番栄養価がないのがキュウリです。あれギネスブックにも登録されてます。一番野菜のね、栄養素が少ないキュウリ。でもキュウリも普通に美味しいんだわ。漬物とか。そのまま生で味噌つけて食ったりな。はたまた、薄くスライスして、輪切りにして、で、焼酎、なんで、かっぱ割りみたい。結構風味がキュウリって結構風味があって、それをこう、焼酎と氷と、まあ、かっぱの、いくつかスライス入れて、で、炭酸で割って、飲むみたいな。あれ好きですね。これ何が辛いって左奥歯がさ虫歯だからさ右でさ全部噛まなきゃいけないのよ時間かかるわこれうん。美味しいです。でもこの店舗には、いわゆる一番辛いのがこの進撃タンメンってやつみたいなんですけど、このカップラーメンはこの進撃タンメンの巨神ですからね。うん。多分店舗にないんでしょうね。まあだからほとんどそんなに辛さとかを辛さとかは別に売りにはしてないっていうことでしょうね。多分。だから個人的には、一番人気であろう、この、タンメン。730円のやつと、まあ、進撃タンメン850円のやつ。まあ、食いに行ったとしたらこの2種類を、まあ、どっちか食べるっていう感じだと思うんですよ。某、某激辛を売りにしている店ね。あそこ、あれですからね。一番辛いやつで、1100円もするからね。おまけにとんでもなくまずいという。あそこの店は二度と行けません。
だからコスパで考えると、どうしてもやっぱり、蒙古タンメン中本、もしくは、前言った、二郎インスパイアね。二郎インスパイア系。まあ、二郎インスパイアが多分一番なんかコスパ高いと思うね。やっぱね。だって野菜バカまり、まし、ニンニクバカまし、油バカまし、で、辛めバカましみたいな。うん。あ、これ。これ辛いわ。あ、やらかした。やらかした。しまった。つい癖で、麦茶飲んだけど、辛いの、食べてる人だったらわかるんですけど、辛いの食べてる時に、麦茶とか水とか飲まない方がいいです。余計辛くなるんで、やらかしたの。これ罠なんですよ。あと、スープ。あ、カレー。あ、これカレー。あ、喉にくる。うわ、油が。ラー油が喉にくる。でも美味しいですね。これベースは多分味噌なんですよ。多分。味噌ベースの、これ北極とどっち辛いかな？カップラーメンの方ね。北極はほら、店で食べるととんでもない辛いから。カップラーメンの2倍か3倍ぐらいの店の方が辛いんです。うん、でも美味しいですね。でもしばらく北極のカップラーメンのやつ買ってないから、もう忘れちゃったけど、どれぐらいで辛かったかな。北極もあれだって期間限定でしょ。季節限定、多分夏かな。いつなんだろうな。わかんないけど、夏とかね、夏季限定とかだ多分。寒い冬にこういう激辛なやつ食べると、とんでもないことになります。
あの、普通逆だって思うでしょ。実は違うんですよ。汗かいて、それが、冷えるんです。それで、あの、もう底冷えするというか、もうだからもう、うん、汗のこの、あらゆるところから、あの、冷えるんで、は、あの、気化熱で、気化熱で冷えて、で、風邪になったりとかするんです。だから基本的には、あの、風邪の人は、あの、風呂に入っちゃいけないって、昔から、まあ、よく言われてきたんですけど、あれも厳密に言えば、あの、間違いですね。まあ、これ俺の推論ですけど、冬、風邪ひく人って大体冬でしょ。冬だからダメなんです、あれ。夏に夏風邪とかだったら全然いいですよ。なんでかって、風呂入って体温を上げて、その体温によって、あの菌が結局死ぬわけですからね。で、風呂から上がって、その、上がった直後のそこの部屋、そこ自体を、あの、しっかり、まあ、暖房つけなりしてればいいんですけど、大体そんなしてねえんすよ。だから、春、夏、秋に、引いた風は、むしろ、風呂入るべきなんです。まあ、夏風邪とかなんて、ずっと引いたことねえけど。はい、ということで、全部飲みました。これ辛かったな。うん。辛さ度数は、これは90。90で。それご視聴ありがとうございました。